頑張ります。分身ロボット織姫の導入を目指すのは長崎市にある長崎女子短期大学です。こんにちは。今日は学生らがロボットを実際に操作しました。大学では一時的な不安障害などで学生が対面の授業に出席できないケースがあったことから、分身となるロボットをスマホなどから遠隔操作することで学校へ行かずに授業に参加してもらうのが導入の目的です。おいしいご飯食べに行こう。家で食べるよ。家帰る。もうたわいもない授業に関係ないお話とかも、楽しみたいなと思っています。そしていつかこれ学校に来れるように、支えたいなって考えてます。短大では東京のオリー研究所が開発したロボットオリ姫を使って新たな教育の在り方を模索しています。クラスで授業の場で存在感があって、そして、遠くから参画ができで、対面の不安感っていうのをかなりの程度払拭できるのはこのオリ姫なんじゃないかなと思ってこれを着目して選んでいます。長崎女子短期大学では来年度からの本格導入に向けて今後実証実験を行う予定です。